西の湖は、栃木県日光市の日光国立公園内にある湖の一つ。中禅寺湖の西側、道湖西岸の千磁が浜よりさらに2キロメートルほど西に位置する小さな湖である。かつては、中禅寺湖の一部であったが、そこから切り離されてできた伊留湖である。西の湖は782年、日光山の海藻である。 正道商人により、南大山の登頂成功に伴って、中禅寺湖及び、湯の湖と共に発見された。資料としては814年に空海が表したシャモン、モ門、正道山水を減りて、玄玉を、栄句比に記述が残るが、これは正道商人が記した総工を空海が得て、書き上げたものである。外資料において、西の湖は、山頂より俯瞰して確認された三個の位置として、 聖古の名前で記されている。1。周囲長約 1.5km 大きさは東西6 0 0メートル南北4 5 0メートルと面積1平方キロメートルに満たない小さな湖である。湖の北から西側にかけてはなだらかな斜面の砂浜が広がり逆に南東側には休憩者の斜面に樹木が茂る。古くは千樹ヶ原の森を介して 中禅寺湖とつながっていたが、柳沢川から流入する土砂の堆積によって、湖底の一部が森となり、切り離されて独立の湖となった。西の湖からは、柳沢川を経て、中禅寺湖へと水が流れているが、流入してくる大きな河川はない。そのため、降水量によって貯水量が著しく変化し、特に陶器は湖面の面積が 他の季節の半分以下に落ち込む。逆に水位が上昇した時には、周辺の森林までが水没する。水に浸かっていない時期でも西の湖周辺の土壌は、水分を多く含んでいるため、周囲には、湿潤なお奇跡道このむずみや田も春にれなどの、木本が生育している。湖から離れて、土壌の湿気が少なくなるにつれ、水ならやカエデが優先するようになる。また、 1950年には日本カワウソの生息が確認されており、これが関東地方における最後の日本カワウソ目撃例となった。八代元からなる湖畔林西の湖はラムサール条約湿地奥日光の湿原の一部として登録されている。水域だけでなく湖周囲の湖畔林なども含めて、この一帯では様々な環境の保全が図られている。 西の湖周辺の八田も等からなる古半林は、栃木県の第一種特別地域として保護されている。また、西の湖特有の自然環境は、森林文化協会が選定する21世紀に残したい日本の自然百選に選ばれている。加えて、松及び八田もが、関東森林管理局の林木遺伝資源保存林に指定されるなど、 周囲の自然景観とともに生物多様性や遺伝資源を守る取り組みがなされている。西の湖の周辺も奥日光の他の地域と同様に日光、ト根地域古体群と呼ばれる鹿の食害を受けている。湖畔林には鹿の移動区域を制限する鹿防護策や樹皮を保護するためのネットなどが設置されている。最寄りの道は日光指導線2号線であるが、 自然公園法に基づく、シャ場等の使用を規制する地域の定めにより、この道は1993年4月より、一般車の乗り入れが禁止されている。通行できる自動車は、栃木県立日光自然博物館の委託を受けた、日光交通の抵抗外バスのみなので、車で向かう場合には、国道120号沿いの赤沼車庫よりこれを利用する。抵抗外バスのバス停。 西の湖入り口からは徒歩20分ほど。ありがとうございます。